OK、これぐらいかな。はい、はい、まあ、なんかちょっとすごいすごいになってます。ここで行ってみましょう。あのね、昨日さ、これ使ってこれがまあいまいちだったんだよね。なんかね、入んなかったんだよ。入ったけどさ、すごいちっちゃいやつが入んなくて、でまあそのあそこに魚がいるのかっていうと、いるハゼみたいなやついた。であれは何者なのかと。でまあそもそも自分たちの実験材料を探すというのもあるんだけども、この辺りでね、どんな生き物がいるんだと。で実習なんかの時にもうわざわざ遠くに行って捕まえるのめんどくさいから、なんかパパッとその近くで取れる材料があったらいいよねっていうね、そういう話。まあ自分たちが使える生き物もいればいいわけだけど、でこれやったけどさ、これが悪いからダメだったのかね。果たしてそれなんというか、あのもうちょっと果たしてそのなんかその条件とか、そもそもなんか取れないやつなのかとか、入んないやつなのかとか、そもそもあそこで泳いでたやつらは、まあもうテラピアがいらったのは分かるんだけど、下にいたハゼみたいなやつはあれ何なのかっていうのを、まあ、調べるってことで、もう今回もこれを使おうと。でもこれさ、これ使っちゃったらこれの意味どこに行っちゃうのって話だよね。もう意味ないじゃんって。まあ、一応これいいことあるよって言おうとするなら、こっちは網だからこれ擦れるし、この網の目以上のね、網の目以上の大きさが取れる、大きさの魚が取れるわけだけど、この網の目抜けてっちゃう生き物は取れないと。でもそれに対してこれだと、まあその抜けていかないから、いかなるちっちゃな、そのなんだろう、自分たちが調べたいその幼体の、そのね、幼魚のそのジューベナイルのステージの魚でも捕まえられるだろうとか、まああとこれ一応今ここにあるの一つだけだけど、量産しようと思ったら量産できるから、まあ、数を揃えてあちこち仕掛けられるっていうのもあるんで、まあそれなんで今回両方使っていくと。でもこれで、まあ、なんか取ってそこにあるものが何か確認しようやと。で果たしてこっちにも同じものが入るのかっていうのをですね、まあ、なんかちょっと見ていこうかなっていう、まあ、大体そんな感じ で一応今日ね、今回もちょっとこの味の素と&この芋、味の素&芋グルテンで、これいいよね。こっちの味の素、シャー適当。あんま少しありゃいいんだろうけどさ、こんな。で、芋グルテン。この芋グルテンも多分もう炒めるとさ、ダメになるから、使ってしまおうって話。めちゃくちゃたくさん入れる必要ないと思う。もうちょっと入れようか、今ぐらい。ね。で、水ちょろっと加えて、この中どんなんかっていうと、こんな感じね。でまあ、水ちょっと加えて、めちゃくちゃたくさんもいらないはずだから、はい、うん、固まりゃいい。この味の素の塊がでバイアスができるんじゃないかって、偏りができるんじゃないかと思うけど、まあいいって、いいかどうかで言ったら、まあ、あんまり良くないっちゃ良くないんだけど、あのそこまでね、そこまで気にしなくちゃならないような仕事はしていないはずなので、でまあ適当にこれを団子にしてやね、俺団子に、まあまあいいよ、今日の餌別に超臭いわけじゃないからね。あ、まあこれちょっとでかくねえかって思うけど、まあ、落ちた、連鎖的に落ちた。 OK、 これね、はい、あとで綺麗にしとかないといけない。よし、ああまた落ちた、に落とす、ああ
よし。あ、ここなんか塊がジャリジャリいってるな。よし。お、超なんか味の素適当にしか溶けてない。いてててててて、味の素繊維刺さるんだなこれ、手に痛いな。うん、あ、なんかよし。で、先ほどの餌、一応先ほどの餌をこう仕込んでいこうかなとね。まずこっち、こっち一応これでいこうか。あ、これ でかいのいらないよもう。あ、こんなんでいい、こんな、これでかい。あ、こんなんでいい、こんなんで、あ、これでいいね、こんなんでいい。で、これよし、よっこらせい、よいしょ、はい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 。もうちょっとここの気候の開発は行った方がいいね。これだとさ、ちょっとめんどくさいやんか。実はまあこのタイプは新型なので、少し前回のやつと構造が違うので、そこのところも後で解説はするけど、まあまあこれちょっとめんどくさいね。これギューってギューって絞ってさ、ここちょっと開発の余地あるね。改良の余地あるねこれね。はいはい、これね、このままじゃダメだね。なんかこれでいいのかっていうのはまた次こうやる、考えるよ。で、まあ新しい仕組み、新しいっていうかこれともう一種類あるんだけど、これだと摩擦でカチってやってるけど、まあ、なんでこっち大量生産しないのか問題っていうのも後で説明しようね。いいね。はい、で、あとこれね、これ、はい、しゃー、これどこにあった、そう、前おじちゃんから、マスターから教えてもらったんだ。まあ一応どこにでもつけりゃいいけど、最後にここにトラップされるわけだから、まあここにつける意義はないよね。一番上のところと中心ぐらいに一個ずつつけとけばいいだろうと、まあそういう話。一応やってみようか。よし、ね、ここのところさ、これ中へ入ったらさ、すぐ食べ物あるよってなったらいいよね。まあ、この横の鉄のところつけとこう、このすぐ横のところな、ここにつけとけばいいだろう。 OK。 あ、なんか中の鉄に縛るっていうのも手か。で、片手でやんなきゃダメか、ちょっとそれはめんどくさい。うん、うん、よし、うん、こっちからも手入るんだな。奥まで入らんな。これもなんかカチャってやれる道具を使っちゃえばいいんだろうけど、それだと部品点数がどんどん増えていく。いや、待て、両方から手突っ込めるな。あ、これでいいわ。そんなね、そのプロの漁師さんみたいにシャシャってね、海の上で片手でパパってあんな結んだりとかできないから、そこまで私はすごくないんで。よし、うん、うん、ひとえでいいだろう。そんなポロって落ちたからって、めちゃくちゃ中に落ちても中に落ちるだけだから、一応これ予備でもう一発、予備でもう一発。これ紐のところに結ぶ方がなんか摩擦が効いていいのかな。なんかやだ、まあ、いろいろ試行錯誤ですから、こういうのやるかも。よし、よし、なんかまあなんとなくこんな感じ、なんとなくこんな感じね。で、わちゃわちゃで、で問題ここだよな。ここ縛っとくための袋、まあ、こっちはいいよ、もうめんどくさいからこれでいいよ。もうめんどくさいからこれでいい。よいしょ、 OKOK、 こっちはいいよ、まあ、めんどくさいからもうこれでいいとしようや。これでな、これでいいとして逃げることはないだろう。でも問題はこっちを一応縛るけど、ピンと引っ張って縛るけど、なんかもう一個別の紐がいるよね。よし、ちょっと待ってね。はい、ちょっと待ってて。
これね、一応これで上を縛ると、こっち側を縛ればいいだろうと。でもこれをこれで縛っちゃってもいいんだけど、まあ、これで縛るとしましょう。上だからね、これこっち側で縛るとしましょうや。クッと折り曲げてもいいけど、こっちを上の方に持ってくればいいと。で、要はこのジャブオンって全部つけ込まなくても、あれなんでこう閉まないんだ、ジャブオンって全部つけ込まなくても、結局ここをパッと取ることさえできれば、あとはもうこれ全部つながってるんで、これで引っ張り上げてこれるということなので、なんかめちゃくちゃガチガチにここを縛らなくてもまあ大丈夫だろうと。で、あそこのところの、あのこれから入れるあれのところの高さを考えたら、まあなんだろうな、3キロとか、3キロって言うとあれだけど、3キロ4キロありゃまあいいだろうと。で、まあまあ、そのどうしても取れなかった時のためのなんかね、いろいろ方法もあるから考えてやるから大丈夫ですよ。よしよし、あら、よけ。ちなみにこれ、これ刃がついてるから、これね、はい、こちら刃がついてるから、しばって取れて切れる。でもこれ一応さ、なんでここ昆布一丁作っといて、ほどけていかないようにな。よし、うん、どうだろうな、なんかいい加減に巻き結びにしといても、うん、いやどうだろう、それでポロッと落ちたら嫌だな、うん、あ、回収不能とか、そんなん嫌だよ。回収不能になったらどうすんだ問題があるので、うん、一応まあここね、さっき、まあ、ガチガチに縛って後から作業大変になると思った、かったるいから、それはやめておくと。じゃあまあこれぐらいありゃ、これぐらいありゃいいだろう。まあもう一個の方でも輪っかにしとこうか。はいはいはい。で、こっちのもう一方の方に、これね、このこれ、これなんかおじちゃんがさ、おじちゃんが、この水道電気のおじちゃんが、あのこれ余ってるからあげるよって言って、あのでっかい、その水の水位を調整するための、あのほらトイレのあの水ジャーって流れる時に、あのほら重りがあって浮きがあって、であれで浮力調整してるけど、その浮力調整するやつのこれ重り、 めちゃくちゃ重たい、ね、これでこうしておけばこれでいいだろうって話ね。はい。で、まあなんか傘、かさばるからとか、いろいろ紐とか邪魔だから、この袋の中にスパッと入れてしまえば、移動ができやすいよと。そういう話ね。よし、行くぜ。待って、どこだ。よし、行くぜ。よし、OK。ドーン。わた、お、大丈夫か、割れたりしねえよな。ドーン。ドーン。これいいな。よし。これ持って、で、仕掛けに行くって感じですよ。はい。一発。